はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は新しいノートアプリの紹介をしたいと思います。ネボっていう無料のノートアプリなんですけど、それを使ってこういう理科のノートを今日は作っていきます。で、このノートアプリの面白いところが、こういうダイアグラム、インフォグラフィックとかも言ったりしますけど、こういうグラフがすごく簡単に作れます。で、これ今完成形なんですけど、こうやって後からこの四角の枠とか矢印の線とかを自由に手で動かすことができます。これすごいですよね。で、今日はこれのやり方を教えるのと、あとはこのネボのすごいところが、文字変換の技術がめちゃくちゃすごくて、例えばこういう手書きで書いた文字とかをタッチしたり、あとダブルタッチすると勝手にこのテキストに変換してくれます。で、そのテキストの変換の精度だったりとかスピードがすごく優れてるので、今日はそこを中心に紹介していきます。で、このアプリはですね、無料でダウンロードできます。一応中で課金とかあるんですけど、無料の段階でもすごくたくさんの機能を使うことができるので、今日は無料の機能だけでどこまでノート作れるかっていうのをやっていきます。はい、じゃあネボのアプリ立ち上げていきます。立ち上げるとですね、他のノートアプリとかとほとんど変わらないような、UI になっているので、このプラスボタンから新規ノートを作成してください。で、これタッチすると開きます。で、上のところにブラシの設定とか消しゴムとか、あと投げ縄ツール、あと色をね、選ぶところがあります。で、右上のところにプラスボタンがあって、そこで写真とか、あとダイアグラム、さっき言ったダイアグラムとか数式とかを入れることができます。で、あとは検索タブとか、あとは書き出し項目とかがあるので、ここは他のアプリとほとんど変わりません。で、まずはじめにですね、このネボのアプリの一番すごい機能を紹介していきたいんですけど、それが文字変換ですね。手書きの文字を勝手にテキストに変換してくれるっていうものなんですけど、まずこのブラシ、何でもいいので取って、簡単に手書き文字を書いていきます。で、こんな感じで文字書けたら、上のところにですね、テキスト候補みたいなのが出てきてるんですけど、これでいいなって思ったら、文字のところをダブルタッチしてください。で、そうするとこんな感じでテキストに変換してくれます。で、これ文字が少し小さいなって思ったら、この手書き文字の下に1本線を引いてください。で、その状態でダブルタップすると、ちょっと文字が大きくなります。この1本下に線を入れて変換すると、サブタイトルの表記になります。で、ちなみにこれ、下線をですね、2本引くと、タイトル変換になって、さらにもっともっと文字が大きくなります。こんな感じで、なので線を1本引くとサブタイトル、2本引くとタイトル、何も引かなかったら普通の文字変換だと思ってください。で、ちなみにこの文字はですね、指でタッチしながら好きな位置に移動することもできます。で、次、カラーペンについてちょっと紹介したいんですけど、例えばさっきと同じようにこういう風に黒文字書いて消したいなと思ったら、消しゴムでもいいんですけど、赤色のペンを例えば取って、で、こう消したい部分をシャーッと斜線引くとこんな感じで消えます。で、この動物のところを赤色にしたかったら、下に赤の線をですね、ピュッと引くとこの文字が赤に変換してくれます。なのでもうね、消しゴムほとんどいらない感じになるんですけど、これ赤色のペンじゃなくても青色のペンでも同じです。青色のペンでいらないところを消して、色を変えたいところを下線引くと、文字が変換してくれます。で、ちなみにこれ、2本引いてダブルタッチするとさっきみたいな感じで青色でタイトルテキストに変換してくれます。で、これタッチすると、テキストの状態でまた新しい文章をですね、追加することもできます。で、こっからですね、ダイアグラムを追加していきます。表を作るときは上のプラスボタンのところから4つ目ですね、ダイアグラムっていう項目があるので、これクリックすると、画面上にですね、ボックスみたいなのが出てきます。で、この中に書いていく感じになるんですけど、で、右上のプラスボタンからでもいいんですけど、画面をですね、長押しするとオブジェクトを追加っていうボタンがあるので、こっからダイアグラムを挿入することもできます。で、じゃあですね、表を書いていきたいんですけど、例えばこういうボックス、四角のボックスを作ってダブルタッチするとこんな感じで綺麗な長方形に変換してくれます。で、他のところも同じですね、左に長方形、右に長方形、
これ2個作ってもいいんですけど、2個作ってダブルタッチすると綺麗な長方形に変換してくれます。で、間をつなぐ線とかも書いてみます。で、例えばこういう組織図みたいなのを作りたかったら、まあこういう線になると思うんですけど、この線もダブルタッチすると綺麗な直線に変換してくれて、この棒線の位置とかもですね、自由に変更することもできます。で、これさっき作った長方形も後から自由に形を変形することができるので、まあ、こんな感じで好きな形に変形して、で、このダイアグラムの長さっていうのはどんどん下に伸ばしていくことができるので、この全体の長さを伸ばしていって組織図をちょっと作っていきたいと思います。で、今回はこの動物の分類っていうテーマで、動物には脊椎動物と無脊椎動物っていうのがあるっていうのをね、学生の時に習ったと思うんですけど、その図表をですね、ちょっと書いていきたいと思います。で、この組織図が作れたらですね、この四角形の中に文字を書いていきます。例えばこの上のところですね、一番上は動物っていうのが来るんですけど、さっきのようにですね、手書きで書いてダブルタッチするとテキストに変換してくれます。なのでこの要領で全部の四角形の中に手書き文字書いていって、全部テキストに変換していきます。はい、じゃあこんな感じでダイアグラムのところ完成になります。最初ね、手書きのところから始まったとは思えないぐらいすごく綺麗な図形が描けてると思うんですけど、まあ、こんな感じでダイアグラムの種類ってすごいたくさんあるので、皆さんもですね、ちょっと何かこのネボのノートで書いてもらえればなと思います。で、次ですね、もうちょっと手書き文字の違う機能と、あとグラフも違うやつ書いてみたいと思います。はい、で、こんな感じで手書き文字書けたんですけど、タッチしてドラッグすると移動するっていうのはさっき説明しましたね。で、このタッチするとですね、テキストフレームみたいなのがここについてるんですけど、ここをですね、ドラッグすると、見てください、こうやって手書き文字がこんな感じで段落で改行されていくんですよ。これめちゃくちゃすごくないですか？こうやって一文字一文字ちゃんと認識してるから、ドラッグするとですね、改行してくれるんですよね。で、ちなみにこのカーソル持っていって間ね、こう、スペースを空けたりすることもできるし、デリートで一文字一文字手書き文字を消すこともできるんです。もうこれね、めちゃくちゃすごいなと思って、私発見した時めっちゃびっくりしたんですけど、まあ、他のノートアプリは絶対こんなことできないので、まあ、これができるのはネボのノートならではかなと思います。で、さっきのテキストフレームでも改行できるんですけど、例えば色ペンでこの改行したいところを上からシュッて棒線引くと、そこの部分で開業してくれます。こんな感じで縦線を引くと開業ですね。で、逆に開業したところを戻したいなと思ったら、下から上に棒線を引いてください。で、そうすると開業が戻ります。1行になりますね。なのでこんな感じで、まあ、この文字のラインを揃えていく、開業を揃えていくっていう風にやってもらっても大丈夫です。テキストフレームでやってもらっても大丈夫なので、これは好きな方を選んでください。で、次ですね、この下のところに手書きの表みたいな、まあ、表っていうかカテゴリー分けの一覧みたいなのを作っていきたいので、こうやって一行一行、魚類とか両生類とか哺乳類とか鳥類みたいな感じで書いていくんですけど、まあ、こんな感じでカテゴリー分けして四角で囲いたいなと思って囲ってみると、綺麗に囲いすぎてしまうんですね。こうやって手書きな感じで囲いたいと思っても、このネボの自動変換の機能ですごく綺麗な四角形に変換してしまいます。で、これはネボのアプリがすごく自動変換に優れすぎていて、まあ、こういう感じになっちゃうんですけど、まあ、どうしても手書きで書きたいなっていう時があると思うんですね。で、そういう時は、下書きツールみたいな、手書きツールみたいなのがあるので、それをちょっと紹介します。で、それをするとき、下書きツールを出すときはですね、この左右いっぱいいっぱい、左から右いっぱいいっぱいに直線を引きます。で、そうすると下書きエリアみたいなのが、ここの下にね、マス目みたいなのが出てきているんですけど、ここの下のマス目に関しては自動変換されずに、全部手書きで書くことができます。なので、ここにですね、ちょっと表を書いていきます。
はい、でこれカテゴリーの表を書けたので、これをですね本文のところにコピペしていきます。でコピペするときは投げ縄ツールを上のところから取ってコピーしたいところを全部囲います。でコピーをしてどういう形式でコピーするかっていうのが上に出てくるので、今回はスケッチっていうのを押してください。スケッチ形式でコピーします。で長押しして貼り付けを押すと、こんな感じで今作った手書きの表をこの上のところに貼り付けることができます。でまあこんな感じでですね、ネボっていうアプリは、図形を作りたかったらダイアグラムのボックスを作る、スケッチを書きたかったらスケッチのボックスを作るっていう感じで、いちいちボックスを作らなきゃいけないんですけど、そのボックスを作ってあげると結構うまくいきます。で普通のところに書くね、こういう本文に書くテキストとか図形っていうのは全部変換されるっていう風に思ってもらった方がいいです。なのでこのネボっていうアプリはどっちかというと手書きノートアプリっていうよりかは、テキスト変換したい人、図形変換したい人に向いてるアプリだなっていう風に思いました。なので手書き文字書きたいけどあんまり文字が綺麗じゃないとか、手書き文字でノートを書くことはあるけどそれテキストに全部変換したいっていう人はぜひですね、このネボのノートアプリとてもおすすめです。本当にこの OCR の機能がめちゃくちゃ優れてるので、結構汚く書いても綺麗に変換してくれます。はい、でこんな感じでほぼほぼ完成なんですけど、最後ちょっとね紹介してない機能2つだけ紹介します。画像ツールと数式ツールっていうのがあるんですけど、まず画像から右上のプラスボタンのところを選択して、ここに画像っていうところがあるのでそれを押すとですね、自分の写真フォルダの中から好きな画像を貼り付けることができます。でこれね、私貼り付けようとして、例えばこのお魚さんのねイラストを貼り付けようとしたんですけど、この文章の途中に貼り付けたかったんですけど、頑張ってね移動させようとしたりとか、そこにカーソル持っていっても貼り付けられなかったですね。一番下のところに貼り付けられちゃいました。なので画像貼り付けようと思ったら途中の段階で貼り付けて、でその下に文字書いてっていう風にしないと、なかなかねこの画像の貼り付けがうまくいかなかったなっていうのがちょっとね残念ポイントですね。この一番下のところからなかなか動いてくれなかったですね。こんな感じで移動させようとしても下に残ったままになっちゃってました。であとはですね、数式っていうのも入れることができるんですけど、さっきと同じように右上のプラスボタンのところから一番下の数式っていうのを選んでください。でそうすると同じようにテキストボックスが現れるんですけど、この中に数式、例えばめちゃくちゃ複雑な数式でもいいんですけど、500825×3/201+51÷31×√3 はっていう風にイコールを最後つけてあげてダブルタッチすると、こんな感じで自動的に計算してくれます。これもねめちゃくちゃすごい機能です。こんな感じで、下のところに伸ばしていって、さらにどんどん数式を追加していくこともできるんですけど、まあこういう数字の計算式だけじゃなくって、例えば記号の計算式とかでもいきますね。X とか Y とか N とか、あとは無限大とかかな。そういう数式いろいろあると思うんですけど、それを使って最後にイコールをちゃんとつけてあげれば、結構ね、すごいところまで計算してくれるので、ぜひこれ試してみてください。結構数字扱う人には向いてるアプリかなっていうふうに思います。でちなみにですね、以前にもこういう数式、計算式を勝手に、叩き出してくれるアプリっていうのを紹介して、マイスクリプトカーキュレーターっていうのを紹介したんですけど、このマイスクリプトカーキュレーターとネボっていうのは同じ会社が出してるのかな、同じ会社が出してるので、どっちのアプリを使ってもらっても大丈夫です。でちなみに以前のやつではですね、マイスクリプトカーキュレーターとグッドノーツ5の合わせ技っていうのを紹介したので、よかったらですね、この動画も概要欄の方に載せておくので、よかったらこっちも見てみてください。はい、ということで今日はこんな感じで説明は以上にしたいと思います。本当にね、こういう表だったりとか文字がもうどんどんサクサク自動変換していって、めちゃくちゃ楽しいアプリなので、このアプリ無料なのでぜひダウンロードしてみてください。で、他のノートアプリ慣れてるとちょっと使いにくいかなって思うこともあると思うんですけど、本当にこのネボにしかできないことっていうのがいくつかあるので、ぜひこれ使ってみていいなって思う人はそのままね、使い続けてもらえるといいと思います。はい、ということで、この動画が面白かったり役に立ったらぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。
で、私のチャンネルはですね、こうやって iPad に特化したチュートリアルを本当にたくさん出しているので、ぜひチャンネル登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。